はようございます。さあ爽やかな朝ですね。今はですねこちらどこだと思いますか？そうです、東京駅です。はい、来ました。わざわざ東京駅に来てます。さあ何をするかというとですね、今から、山本さんが来るんですけども、ご用意しました新潟行きのチケットです。今から新潟に連れ出します。さあ、まあ、東京駅で待ち合わせなんで、勘の鈍い山本さんでもピンと来てるかもしれませんけども、ちょっと到着を待ちましょう。はいはい、来た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 。おはよう。どうぞこちらへ。初台じゃない？違います。初台以外にも、はい、YouTube 集合ってあるの？あります。東京駅です。そうです。さあ、山本さん、何行きましょうか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、一旦座って。どうぞ。一旦座ろう。どうぞ、お座りください。田舎から出てきたよな、この東京にな。いや、そんな思い出話はどうでもいい。ちょっと待って。お前は群馬で、俺は新潟で、二人でな、東京駅で、漫才頑張って天下取ろうって。いや、あんま来たことないです。群馬からだと、もう、上野経由で行ってたんだけど。通らなかった。通らない。東京駅通らないの。刺したら思い出はないです。二人で東京駅で誓ったよな、天下取ろうって。今こうやって天下取れたわけじゃん。ちっちゃ。いや、よかったな、本当に。どのこと天下って言ってんの。お笑い界の高尾山、二人で登れたもんな。いや、違うじゃん。実際の高尾山登ってないじゃん。何？ちょっと待って、何？え、初めてのパターンじゃん。東京駅って何？そう、東京駅。東京駅って、怖くない？いや、もうお気づきの通りですよ。いや、お気づきというか、はい、なんで東京駅集合なの。もう、ちょっと、ねえ、チャカじゃん、もうこの何ヒットマンじゃん。ヒットマン北の部屋、ちょっと、よくないよくない、北の映画であったよ、これ。俺やられるじゃん、絶対。え、なになになに、東京駅って何。はい、もうズバリです。うん、え、出たよ。東京。うわ、なんか隠してる。はい。チケット新幹線のやつじゃん。はい。うん、今日、うん、行きます。どこ行くの？どっか12分ってあと30分ぐらいじゃん。はい。9時？行きます。今8時半過ぎだから。どこ行くの？絞り入れんだって。な。いや、大宮とかもありますよ。意外と近いっていう。あんま切符でさ、バカラみたいな絞りやるって言いない。ギャンブルの。これで絞りやる。さあ、行こう。これで絞りやつ。来い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 。ポーカーとかね。山本さん、見てください。ブラックジャックとかで絞るやつな。行きますよ。東京。東京から。東京からどこだ。行け。東京から。こちら、新潟。地元だ。地元。地元だ。はい。行きます。新潟だ。行きますよ。新潟行くの？え、マジで行きます。もう、もうちょっとじゃ30分じゃなくて、本当に、はい、もう本当にリアルに。何しに？あっちだ。あっちだっていうか、なんで新潟行くの？ちょっと一回脱ぐわ。何しに行くの？実家とかってこと？実家見たことある。見たことある。背中に一ちまれが。いや、オーガみたいにやんなよ。ごめん、ハンマーユージローじゃないんだから。ハンマーユージロー炊くぞ。うるせえじじい、炊くぞ。ハンマー、この飯の米、ハンマーユージローじゃない、はい、米に馬とかでハンマーの。ご飯のハンでハンマーですから。じゃあ行きましょう。何行くって怖いな。はい、怖い。あ、そうだ。何？ちょっといいですか？携帯出してもらっていいですか？どういうこと？一本ちょっと連絡を。誰に？三つ江。あんま人の母親のファーストネーム呼ばない方がいいよ。三つ江。三つ江っていうのはお前昔なんかあったみたいだろ。三つ江山本にする。幼児山本みたいな言い方すんだよ。なあ、デザイナー、デザイナーじゃないんだから。山田のお母さん、三井山本にちょっと一本電話して。
そんな世界的人間ならうちの母親お願いします。なんて電話すんのよ、はい、大丈夫、俺変わるから。どうぞ。もしもし。はい。あ、おはようございます、関です。タイマシさんご関です。はい、はい、あ、関ちゃん、お久しぶりです。おはようございます。すいません、忙しい時間に。はいはい、はいはい、今、大丈夫よ。今何されてたんですか。今、はい、ご飯が終わって、あ、その話長くなります。はい、ちょっとだけ長くなるかも。お前がしたんだろう。お母さん、お前振ったんだろう。すいません、ちょっと突然ではあるんですけど。はいはい。今日、お邪魔する分に大丈夫ですかね。よくないよ。あ、はいはい、大丈夫よ。いや、よくないよ。めっちゃ受け入れてくれた。知らない人をさ、あんま入れない方がいいよ、みつえちゃん。あ、そう。うん。知らない人だよ、関ちゃん大好きよ。いや、知らないだろ、こんなもん。優しいな、お母さん。いや、よくないよ、そうやって他人を家に入れ込むの。ちょっと今ね、今、東京駅なんですけど、ちょっと今から向かうんで、昼ぐらいになっちゃうと思うんですけども。あ、本当に新潟来るの。はい、新潟行きます。会います会います、いいですか、行っても。あら、嬉しい、ありがとう。遠距離恋愛してんか、お前ら。おい、遠距離恋愛してんのか、お前たちは。お母さん、あれですか、芸能人に会うの初めてですか。お前、自分で言うな、芸能人って。そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。すみません、ちょっとまた途中連絡しますけども。はい、すみません、また連絡します。はいはい、待ってます。はい、ありがとうございます。はいはい。ねえ、詐欺の可能性あるからさ、やめた方がいいよ、こういうの平気で行くの。いや、本当じゃなくてさ。じゃあ行っていいのね。あ、いいよ。ああ、分かったよ。ねえねえねえ、はいはい。何するの。そりゃそうよ、そりゃそうよ。何するかは、うん、行ってからのお楽しみです。本当に、はい、ご飯一緒に食べれる。あ、ご飯ですか。ね、あ、ご飯一緒に食べれます。本当。はい。なんか食べるものありますか。あんまり食べるものなさそうな家でしたけど。やめろよ、おい、めちゃくちゃ豊富だわ、新潟だぞ。ちょっとまずそこの辺も相談させてください。うん、うん、連絡しますね、ところどころで。はい、すいません、じゃあまた連絡します。はい、はい、失礼します。はい、めちゃくちゃウェルカムだったな。いや、本当だよ、田舎の人間だからさ。あー、で、行くの今から。行こう、待ってる。マジ、もしかしてこれ、あれ、さすが山本ちゃんだ。え、もしかしてあれ、勘がいい。え、君のような感のいいガキは嫌いだよ。持ってきてる、持ってきてる。来ました、うん、一本丸です。うん、一本丸な。はい、持ってください。俺かい、また。さあ、というわけで我々一本丸のシンボルマイスターとして出た、この企画やってまいりました。出た、これ。はい、ズバリ今回は実家に行って、うん、お母さんと一緒に食べようじゃないかと。いや、ちょっと待って、これも、いや、はい、新潟に米持ってくってあんま聞いたことないよ。いや、それは裏テーマで、うん、いろんなお米にこれを入れてやろうと思ってます。いやいや、そんなことしなくていい。ちょっとこうやって。なんで暗躍するんだ、そんな。え、これに持ってって新潟行くわけでしょ。そうですね。分かった。はい、ちょっとじゃあ行こう。最悪、これ持って行こう、新潟に。マジ、行くのこれ。行こう、これ。はい、いや、バカじゃない、新潟に米持ってくやついないんだけど。さあ、行きましょう、時に乗ります。行くの本当に。行こう。え、前後横で並ぶとお忍び旅だと思われる。芸能人お忍び旅だと思われる。お前すぐ週刊誌気にする。一応前後にしといたから、うん、このバレないようにな。そうそうそう。あと根本だけど、米持ってるやつと一緒に乗りたくないから。いや、お金も出したんだから頼むよ、うん、一粒もこぼすなよ。よし、今から新潟に一丁まで持って殴り込みに行きます。着いたよ。なんでお前が眠いんだよ。なんでお前がちょっと引き気味なんだよ。帰りてえじゃないんだよ。お前が発案した企画なんじゃないのかこれ。寝起きだからちょっと機嫌悪い。めっちゃぐっすり寝てたよ。腹立つ。
帰りたい。帰りたいじゃないんだよ。これ持って行くってことね。はい。じゃあ実家行きます。はい、着きました。新潟でーす。さらっと言ってるけど、はい、2時間がっつり新幹線これ持って乗ったから。いや遠いな。いや遠いなってお前が決めたんだろ。こっから何、実家行くの？行きましょう。大体ね、10分ぐらいだわ。車で。車で。ああ、なるほど。そう。いや無理だよ、ヒッチハイクなんて。怖いよ。なあ、怖い怖い。タクシー、タクシー。タクシー行く？ちょっとハワイ最後電話させて、ちょっと今から行くっていう。いやいきなり行ってさ、うん、なんか目出し帽とかかぶってさ、うん、金属バット持ってさ、強盗じゃないか。サプライズ？ハッピーサプライズ？なんで72の母親にそんなサプライズする？おっかね。そうか、ちょっと家出てたら嫌だから一回電話してみよう。ちょっと、もしもし。はい、着きましたよ、新潟。来ました。お帰りなさい。ただいま。いらっしゃいませ。はい。新潟駅着きましたんで、はい。駅着いたの今。そう、駅着いたんで今から帰ります。うん。はーい、待ってます。はい。なんか欲しいものとかありますか？何買ってくれんの？いや、そんなそんなそのでかいものはあれですけど、なんか必要なものあるよとかあれば買っていきますけど。大丈夫よ。大丈夫。大丈夫よ。ありがとうございます。はい、じゃあ大切な息子連れて帰りますんで待っててください。はい、どうも。はい、行くね。はい、はい、帰るよもう。はい、行こう。はい、実家行きます。タクシーね。はい、はい、実家久しぶり。久しぶりよ。まさか実家に東京から米を持ってくと思わなかったよ。ちょっと俺がじゃあインタビューするわ。あ、いいですね。今これ僕撮ってますけど、うん、ちょっと情熱大陸っぽいですよ。あ、本当に。はい、うん、ちょっとやりましょう。情熱、情熱米陸やりましょう。ああ、米陸ね、うん。山本の朝は早い、はい。普段山本さんはお米持ち歩いてるんですか？持ち歩くわけないだろう。今日もツッコミが冴え渡る。さあ後で入れてくれよ、ナレーション全部。今やらなくていいから。今これはどちらに向かってるんですか？うん、あ、今実家に向かってますね。あ、実家？はい。実家はロサンゼルスかどっかですか？いや、新潟でしょう。またしても鋭いツッコミが炸裂。いらないんだよ、お前のそのナレーション。後で撮るから、そういうのって。山本の朝は早い、はい、今それ何持ってるんですか？あ、これ米ですね。あ、お米、はい、それは普段から持ち歩いてるんですか？いや、普段から持ち歩くわけないだろ。驚くほどレスポンスの早いツッコミ。同じこと言ってるから、さっきと。それさっきも言ったから。山本の朝は早い。ここ右お願いします。すいません、ここ右ですね。はい、ハトタクシー右です。あ、もう見慣れた景色ですね、この辺は。お、いよいよ、うん、さあ、というわけで、はい、ちょっとね、凱旋ということで、はい、山本の朝は早い。その人の番組じゃん、もう。俺の番組じゃねえじゃん。もうまっすぐ行っていただいて、次左ですね。はい、ここ左曲がるともう着きますよ。はい、普段からそんなに右とか左とかいっぱいいるんですか？タクシー乗ってる時だけだよ。すごい言うなと思って。あのね、ちょっと茶色い屋根のところ、はい、はい、あそこです。はい。さあ、あ、もうちょっと、ま、前の、はい、あっちです。はい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 、はい、はい、あ、すいません。高圧的な態度。いや違う違う。あ、もしよかったらここで泊まってもらってもよろしいでしょうか。横暴が売りの、はい、山本の朝は早い。ありがとうございます。あ、着いた。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、着いたよ。いやー、来ましたね。めちゃくちゃ実家だよ。これが噂のアリス美容室ですよ。まだやってんじゃない店。へえ。うん。うわ、異常繁殖した花きれいだな。ちゃんと自分でやってるよ。勝手に繁殖じゃなくて、これ意図的にやってんだよ。外来種？いや、国産だろ。外来種？これこんなに増えるってことは外来種じゃない？ブラックバスみたいな言い方すんだよ。さあ、というわけで、うん、入りましょう。何すんの？これ何入るの？とりあえずご挨拶しないと。ああ、わかったわかった。行くよね。行きましょう。元気かな。ただいま。そんなとこ住んでねえよ。あ、鍵持ってる。お、引っかかってるじゃないよ。お母さん。なあ。お母さん。なあ、うちの実家貸せ倉庫じゃないから。お母さん。ねえ、いない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 。で、留守だ。ねえ。なんだよ、空振りかよ。じゃなくて。いや、あ、倉庫に。稲葉さん。稲葉さんち、これ稲葉の物置ってだけで。仮設倉庫じゃないね。山本のツッコミが冴え渡る。情熱大陸いいんだよ。山本の朝は早い。店行くぞ早く。
行きましょう。ちょっと突撃に一回行ってみようか、普通に。はい、いらっしゃいませ。あ、ただいま。どうも。なんかちょっとカメラが入ってるっつってて。もう。大丈夫いいですか、ごめんなさい、急に来て。どうしたのどうしたの今日ちょっと、YouTube 普段やってるんですけど、その撮影で、ちょっと新潟行こうって話になりまして。何、いきなり。いや、すみません。いきなりどうしたのよ。すみません、やめてよ。改めまして、私の母、三江でございます。はい。いつもお世話になりまして。すみません、皆さん。チェキちゃん、お世話になりまして。いやいや、元気そうでよかった。よかった。ねえ。待ってました。いや、ありがとうございます。来た回もあったよ。どうぞ。あ、よかった。あ、いい、行っちゃって。いいですか。いや、入っちゃダメって言ったら入んないの。いや、そんなことない。そんな新喜劇みたいなこと言わないで。腕上げたね。テンポが漫才やね。いや、もうここで鍛えられたよな。早いで。いいですか。すいません。じゃあ、お邪魔させてもらいましょう。失礼します。はい、どうぞ。はい、すいません。はい、どうぞ。失礼します。はい、どうぞ。お久しぶり。我が家いいでしょ。いいですね。実家ですね。めちゃめちゃ実家でしょ。すいません、ちょっといいですか。じゃあ、あれどこやったっけ俺。こっち持ってんだっけ。あ、すいません。あ、これね。これなんですよ。あ、ちなみにこれ見たことある？だって YouTube 見てるんでしょ。 YouTube 見たけど、これだった。はい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 。え、ちなみに一本まで。何見た YouTube。 高橋さんの見たよ。あ、見た。見たよ。のぼってほらスーツ着て、そう関ちゃんが、なんか自分だけちゃんと普通の格好してきて、そうです。それで上でおにぎり食べた。そうご覧ください、こちら、じゃん。あ、え、わかりますか。あ、この服着てたんだよね。そう、はい。あの日から一回も服着替えてません。嫁が異常だろ。だって、洗わせろちゃんと。いや、そうだよ。なんでスーツそんなちひと言言ってくれないの。本当だよね。よくないよな。いや、あれ山本家から代表して言ってよくないよな、あの騙し方。だから、それを言いたくて、そっちの方はなんか頭に入ってなかったんだけど。そうか。そう。なんでこうだけがスーツ着てるな、かわいそうに。そう。長い階段なのに、かわいそうに。やっぱお母さんからしたらそれはね。そう。いや、でも、それあれなんですよ。我々が狙ってる。違う、任命されたんですよ。そう。何に任命されたか分かります？一本丸の肩書き、何だと思いますか？問題です。肩書き？はい、一本丸のある職に就きました。だから、まあ社長とか部長とかそういうことだよね、要は。それいっぱい言ってたんですけど、何だか分かりますか？分からない。何だろうな、何か言ってたな、そういうかな。何か言ってたでしょ。し、しから始まります。カタカナでしから始まる。何でしょう？英語も分かんない。分かんない。し、シン、シンボル、シンボル、うん、シンボル大将見た。え、動画見た。見たんだけどな。高尾さんのやつ見た。マジで見たよ俺。ラブのあのほら、あそこの集合して赤いオブジェの前に俺集合しててさ、車で一人で待ち合わせてさ、そこから高尾さん行ったの見た。見た。まあ、ちゃんとこうやって見てはいないけど、だからは見たよ。で、なんでスーツ着ていくのよ。そこは覚えてんだよね。めっちゃそれだけだ。で、階段も大変。そう、階段も大変。ね、そう、それを覚えてて、そしてそこに登ってから、登ってからご飯食べた。おにぎり食べた。お前、人の母親の話退屈なんか、おい。長々と喋って疲れたみたいなこと言いやがって、おい。まあ、立ち話もなんだからさ。お前ちじゃねえだろ。疲れてね。座ってよ、二人とも。疲れるんだよね。シンボルマイスター。マイスター。マイスターなんてもらったの。そうですよ。このマイスターってなんか受けたんだよ。一本丸の会話が成り立ってないじゃん。すごい喋って。ラリーでしょ、会話って。お母さん、マシンガンで来るから、俺。わわわってなった、今。撃たれたみたいになってるけど。ごめんなさい。いいんですよ。で、そう、このね、福井県の一本丸っていうお米のシンボルマイスター、まあ、宣伝隊長みたいなものに任命してもらったんですよ、我々。そう、それを広めるために、こうやって今日ね、新潟まで来たんです。新潟はだって、言っちゃダメな。それ一番言っちゃダメな。母親、それ一番言っちゃいけない、やっぱり。怖いですね、今。違うお米の種類言いましたよ。それはもちろん一般の方ですから、しょうがないですよ。コーナーの最近のタイムマシンの活躍は、活動は見てる？ YouTube 見てるし、あ、でもね、聞く？
聞くよ、いろんな人から言ったところ、お店やってるから、そうなの、いろんな人から大活躍息子さんみたいなこと、え、何かやってましたって、結構出てるよって、全国ネットで出てるよとかって言うから、うん、何に言ったら、なんか結構出てて、うん、具体的な番組一個も出てる出てるよね番組名は全部濁すのに、新潟のお米の名前しっかり言いましたからでもよかった、この報告ができて、うん、あ、そうなの、言いたかったんですよ、お母さん、そう、報告もあるし、うん、もう一個ちょっとお願いがあって、何、俺そっから知らないんだけど、何やるかね、知らないんですよ、息子さんは、うん、一応今日こんな企画をやりたいなと思って、やっぱり美味しいお米なんですけど、うん、一番美味しいのはお母さんが握ったおにぎりなんじゃないかということで、うん、この美味しいいちご豆を一番美味しく食べてほしいから、うん、炊いて、今から、うん、今から炊く、今から炊いてもらって、うんうん、で、うん、それをおにぎり作ってほしいなと、うん、で、俺も作りますあ、どっちが母親の味か的なこと、キキおにぎりやりますさあ、今作ってます。加減とかやっぱ違うのかな、わずかな一つはお母様、うん、そして一つは関が握りました。あ、うまっ！あなたのお母さんが作ったおにぎりは、ね、お笑い最初隠してたんだもんね、俺ね、やってたのね、あ、気づかなかったんだ、そうですね、うん、まあ、絶対いい子になるだろうと思う。